2023年10月16日、音楽界に悲痛な一報が飛び込んできました。シンガーソングライターとして日本中に多大な影響を与えた谷村新司氏が、2023年10月8日に74歳で逝去しました。深い哀悼の意を示す一方で、関係者たちはその突然の死に衝撃を受けています。事務所の公式発表によれば、谷村氏は今年の3月に腸炎による手術を受けており、その後も療養を続けていました。しかし運命の日、10月8日にその生涯を閉じました。葬儀は2023年10月15日に近親者のみで行われたとのことです。今回の訃報は特に衝撃的でしたが、その背景にはアリスとしても活動していた堀内孝雄氏と矢沢透氏からの深い悲しみと感謝の言葉が寄せられています。堀内氏は50年来の親友であり、アリスのリーダーであり、良きライバルでしたと独自の視点で谷村氏を偲びました。矢沢氏もまた、谷村氏がいなければアリスも、そして自分自身も存在しなかったであろうという重みを強調しています。さらにアリスは2022年から10年間の持続可能な活動を目指すアリス SDGs を掲げ、新たなスタートを切っていた矢先の出来事であり、多くのファンと関係者がその今後に大いに期待していたところです。このタイミングでの谷村氏の逝去は計り知れない影響を与えるでしょう。堀内氏と矢沢氏はそれぞれ、またいつか空のほとりで一緒にライブをやろうねと、谷村はもう僕たちのみんなの心の中にしか住む場所がないのですと、深い感謝と未来への誓いを新たにしています。谷村新司氏の逝去は音楽界だけでなく日本全体に多大な影響を与える事件となりました。そしてその影響は計り知れないものとなるでしょう。谷村新司氏に対する深い敬意と感謝を込めて、彼の業績と影響力に光を当て続ける責任が私たちメディアにはあると確信しています。次に上記のトピックについて人々が何を話しているのかを見てみましょう。さあ皆さん、時は止まることを知らない。でも今日は特別な瞬間を共有しましょう。ご存知のように、関西の歌の伝説谷村新司さんが星になって天に昇っちゃいました。おお、どうかその魂に安らぎを。でもね、この人の音楽はまるでタイムマシンのようにいつまでも我々の心の中で生き続けるのです。関西の音楽伝説谷村新司さんが天に昇る瞬間です。その魂が星座となり、私たちの夜空に永遠に輝き続けるでしょう。彼の音楽はまさにタイムマシンのようで、時を超えて私たちの心に響き続けることでしょう。安らかに、新司さん。だって誰だってもう一度あの甘美な歌声を耳にしたかったでしょう。オーマイゴッシュ、本当にありがとう谷村新司さん。あなたの曲はまさに宝石箱。もちろんそれは驚くべき瞬間でしたね。谷村新司さんの歌声はまるで魔法のようで心を魅了します。彼の曲はまさに宝石箱の中の宝物のようです。この素晴らしい音楽は私たち全員に幸せな瞬間をもたらしてくれます。本当に感謝しています。さてここで熱い話題、竹島宏くん、あなた知っていますよね。この国の歌謡界の新たな星、なんと彼もステージで谷村新司さんの楽曲を情熱を持って歌っているんですよ。特に群青は、彼がステージで情熱的にそして涙を流しながら歌う一曲、うわぁ、もう涙腺崩壊寸前ですよ。もちろん竹島宏くんの才能は圧倒的ですね。彼がステージで谷村新司さんの楽曲を情熱的に歌う様子は本当に感動的です。特に群青は、彼の歌声が情熱にあふれ、その感情が観客にも伝わる瞬間です。竹島宏くんは歌謡界の新たな星としてますます輝いていくことでしょう。彼の音楽の才能を楽しみにしています。だからこそ私たちは谷村新司さんに感謝し続けます。そして竹島宏くんもきっと谷村新司さんの楽曲を永遠に歌い続けるでしょう。その声はまさに永遠に心に響くメロディー。谷村新司さん、あなたは本当に偉大でした。ご冥福を心よりお祈りします。確かに谷村新司さんの音楽は私たちの心に深い感銘を与えました。そのメロディーは時を超えて魂に響き続けます。竹島宏くんもその遺産を誇りに思い、
歌い続けることでしょう。谷村新司さんは本当に偉大なアーティストであり、彼の音楽は永遠に私たちの心に刻まれるでしょう。彼に安らかな眠りと感謝の気持ちを捧げます。そう、谷村新司さんが去っても彼の音楽、彼の影響は永遠です。だからこそさらばとは言わない。心の中で彼はいつまでも生き続けるのです。さあ、この瞬間を共に、音楽の力、人々の心の中で永遠に生き続ける谷村新司さんを称えましょう。谷村新司さんの音楽はまさに永遠の響きです。彼の音楽が私たちの心に刻まれ、彼の影響が私たちの人生に深い足跡を残しています。彼の存在は時間を超えて続き、さらに輝きを増しています。そのため、さようならとは言わず、彼を称えるこの瞬間を大切にしましょう。谷村新司さん、あなたの音楽は永遠に私たちと共にあります。ご冥福をお祈りします。まだ70代でおられて、日本のフォークソング界をリードしてこられ、素晴らしい作曲家でもあります。長年ご苦労様でした。感謝申し上げます。突然の訃報に驚いてます。名曲スバルを筆頭に、数々の素晴らしい歌や音楽を広めてくださった谷村新司さん、まだまだこれからもご活躍される姿を見られると思ってました。とても驚きと、まだ信じられない気持ちでいっぱいです。ターン A ガンダムに曲を作っていただくと、青春時代に時間を割いていただき大変感謝しています。短いながらご冥福をお祈りしています。谷村さんはベトナムにおいても日本の音楽を紹介するなど、ご尽力されていました。ありがとう。人はいつか逝去するからと、ここ最近は逝去する年齢じゃない、逝去してはいけない、著名人らが逝去なさるのが悲しい、還暦すぎのじいさんです。最近、子供の頃、若い頃楽しませてくれた方々が次々と亡くなり、寂しい限りです。この世よりあの世の方が知り合いが多くなってきました。セイヤングの番組、毎週楽しみに聞いていました。当初バンバンが先に成功し、ちょっと焦りましたが、アリスもついにヒット曲を次々に生み出し大ブレイクしました。その成功がまるで自分のことのように嬉しかったです。北陸新幹線の車内チャイムから知る歌手、本当に素晴らしい才能でした。ご冥福をお祈り申し上げます。バンバン博文さん、松本明子さん、そして3人でのラジオ番組ヤングタウン、本当に面白かったです。中学生の頃、テスト勉強をしながらラジオから流れてくるトークに笑ったり、歌声に魅了されたりしていました。訃報を聞いて本当に悲しい気持ちになりました。亡くなったという事実を受け入れるのが難しく、言葉が整理できません。本当に陳平は私たちの心の支えでした。感謝の気持ちでいっぱいです。どうかゆっくり休んでください。